こんばんは。うん。暑い。扇風機。見覚えあるであろう。あ、涼しい。え？1週間後の？え？え？間違えてたわ。1週間後の予定になってた？なんかこの前もやったことあるわ。2度目ですね。失敗を学んでない。え、だよね。なんかさ、20日とかになってさ、まあまあ20かとか思ってた。あ、ミスってますね。それは完全に、あの、間違いです。来週は分かりません、いつやるか。配信予定ミスって来週にしてたらしい。これでもなんか音聞こえるよね。ウィーン。こんにちは、おはよう。音楽の日 SK 出るよ。でも3人だけかな。3人だけ。ルーさん、ゆきさん、ラブリンさんだっけ。アイスありがとう。やほほーい、アイスありがとう。それ聞くの？え、めっちゃ聞くよ。ちなみにめっちゃこれ強風いくよ。こんなん伝わんないかな、この気持ちよさ。もうやばいよこれ。涼しい。リーナが出て綱当たった。おー、おめでとう。鉄なみんな来てくれますか。当たった。アイスありがとう。またリーナの配信に来れてしまった。これは推しということですな。そうだよ、だからリーナの生誕ティーもちゃんとゲットしてくださいね。4枚蜂のやつまだ動くんや。物持ちええやん。ええでしょう。そう、8キャラ。うん、友達にもなんかね言われた。8キャラってあんま言わないよって言われた。友達には言われちゃった。まあそういう時もあるよね。なびいてる。暑くない？やっぱりなんか風がない。部屋の中でもいつもさちょっとぐらい風ある気がするんだけど、勘違いかな。なんかネギ落ち、ネギじゃない、ん？ネジが落ちてる。チェキ申し込んで当選したらよろしく。よろしく、ありがとう。ぜひサインと抽選もゲットしてください。アイスありがとう。だるまハートありがとう。そう、扇風機音。今日の配信は扇風機がほぼ喋ってます。20日の旅の予定を作ってます。最近はノープランが多い。旅？ 20 日旅するんですか？20日 S 公演があるのに旅をするんですか？どこ行くんですか？焼津に行かない？明日私ツアーですよ。来ないんですか？分かってないですね、予定を。来ないんですかってことは。みんな当日券ありますよ。福岡来てね。アイスありがとう。ミツバチのデザインなの？そう、蜂です。ブルンブルンブルン、パルチルガルトルブルン。知ってる？
あれ蜂が飛ぶ時ってなんだっけ、ブン、あ、ブンブンブンか、なんかブルンブルンブルン、ハルチルガルトルブルンなんかこういうさ、な、何語って言うんだろうこれ、なんかなんとか語みたいなやつがさ、流行ってたんだよね昔、ちょっと前。ミツバチガール、そうミツバチガールです。ハローハタ、あ、そうアイスありがとう、効果いいな、来てよ、みんな来ないんですか、みんなも来るでしょ、いいなじゃなくて、しかも私はライブしに行くんですよハート、アイスありがとう、鉄の当たった、おめでとう、リナのやってねサイリウム、アイスボックスありがとう、誰か帰ってきそう、リナのセッテンティーは買うよ、1枚1枚じゃ足りませんよ、え、だってさ2日間会いに来るとしたらさ、どうするんですか、もう1枚絶対乾きませんよ、だから絶対最低でも2枚は必要ですね、あと予備も必要で飾り用も必要ですよ、足りますか、帰ってきた、生誕 T4 枚まとめ割引、まとめ割引なんてないですよ、推し活に割引なんていりませんよね、愛ですもん、愛に割引はいりませんよ、アイスありがとう、リアの書いた虎応募したよ、あれは虎、あれはどう見ても虎ですよ普通に、明日から早い夏休みで10連休、いいな早、いいな、まだまだ仕事中だけど休憩に入った途端にリーナの配信始まった、運命だ、運命感じた、おえ、なんか最近さ誰かもそんなこと言った、タイミングがいいんですかねリーナが、頭のネジ数えてみ、頭のネジ100ぐらいあんじゃない、あたありがとう、旅はいいなね、いいな、さあ明後日だよ、あーそっか明後日だけど、え、そう明日行くんだ、そう明日行くからあれひな、なんて言った、明日がなんとかって言った、もしかしてちょっとバグってるんだよね、脳が熱すぎて溶けてる、そう明日行くんですよ、アイスありがとう、福岡まで行って当日券取れなかった、地獄、それは確かに、まあでもきっと取れますよ、当日券が完売するってことあんまなくない、だからみんな会いに来てね、あと1週間遅かったら有給あった、うん、どういうこと、休み、あ、休みじゃないってこと、月曜日が、それはもう権力で休みにしてください、福岡のステージから見つけてもらえるか、それは頑張って目立ってくださいあの文句はもらえませんよ、頑張って目立ってくださいね、バラありがとう、そういよいよ福岡楽しみ、初チームツアー、20日は神戸に行って夜はエス公演終わったら東京に帰る、え、神戸に行って愛知帰ってエス公演見るってこと、え、めっちゃ鬼スケジュール自分で作ってんじゃん大丈夫なんですかそれ、ブンブンブン、祇園かな、祇園なんかブルンブルンブルンって、バビ語できますか、え、そうバビ語ってやつだよ多分、ブルンブルンブルン、パルチルガルトレブルン、バビ語ってやつ多分、
G 列から見るね。オンリーワン感アピールしないとね。オンリーワンじゃないからアピールしても通じませんけどね。オンリーワンありがとう直後にもうそろ福岡。そうだよ、みんなはいつ行くんですか。アイスありがとう。そしたら生誕ティーは2枚購入かな。他のメンバーの生誕ティーもあるからさ。ん、他のメンバー、あれん、アンズとクルミンとサクちゃんで3枚、リーナは、リーナで4枚ですよハートありがとう。この前クワガタ出たんですか。そう出たと思うやん、思ったけどね、偽クワガタだった。クワガタだった。前乗り楽しいんだよね。前乗りを楽しむとは、でもね楽しめない時間ない。アイスありがとう。当日乗り込んだらやばくない、福岡に。だってリハとかあるからさ、間に合わないよ絶対。朝から行けば多分帰る。そうですね、早めの行動が大事です。アイスありがとう。15は福岡のチケット取れない。え、新幹線の。ゆうちゃんが博多の天ぷらおすすめ。天ぷらなんだ。なんかいろいろおすすめしてくれたけど、なんかいっぱいあったなんかとりあえずクロワッサンめっちゃ激推しされてる。明日ツアーですよ。分かってないんですね、予定よって言ってたさあ明日ツアーの前乗りですね。でもさ、ツアー行くみんなは前乗りするでしょ。ありがとう。リーナ、リーナ推しの人にさ、福岡住んでる人いるのかなあんまいなさそう。そっち系あんまいなさそう。今日から前乗りしてます。楽しい。え、早っ。いいな、遊べるじゃん。めっちゃいいですね。なんかしましたか。明日はなぜか S 公園にいる。ん、 SKE 劇場にいる。明日は前乗りじゃないんですか。これ明日劇場前乗りしないんですか。みんな弱いオタクなので目立てません。そういうのは関係ないので頑張ってください。サマーツアーが始まってから1回も福岡行けてない。じゃあ明後日で初ですね。ハートアイスありがとう。バビゴかわいい、かわいいバビゴCBC 夏祭りの推しステージが13時までで、13時の鉄の入る方法。え、絶対無理でしょ。13時に終わって13時は絶対無理だよ。諦めな。福岡であゆねさんとあんずたんとお出かけですか。わかんない、その時間が多分ないと思う。アイスありがとう。バブ語、バフ語、あー違います。当日の飛行機で向かう。あ、飛行機だったら間に合うかもね。確かに。ハートありがとう。セーターティー3種類になりそう。あれ、アンズ取り直しって聞いたけど、あれ、それはもう特大浮気ですね。羽田から飛行機飛ぶんだ。え、みんな結構前乗りの人もいれば、まあバラバラですね。それは住んでるところが違いますから。ひとまずリーナに届くようにリーナコールはする。届けてアイスありがとう。9月の生誕グッズ、リーナ以外のメンバーの買わなかった。え、愛じゃん、めっちゃ愛じゃん、すごー。じゃあもうリーナのやつをたくさん買って、たくさん身につけてくださいね。アイスありがとう。ハートありがとう。美味しいご飯食べてくる。え、そう、美味しいご飯食べたい。え、ケータリング輸送しよう、みんなでみんなでケータリングの予想しよう。あさっての、掃除機はかけてない。あ、これですあの涼しくしてます、杉本リーナを。オンリーワンティー注文したくんだよ。おー、いいですね。やっぱ DD がオンリーワンティーを着てるとこを見れるのがちょっと嬉しいですね。ハートありがとう。
大体天ぷらうどん明太子食べ放題。明太子食べ放題なんだ。めっちゃサービスじゃんそれ。博多行ったらもつ鍋食べたいかな。え、みんな、え、わかる。でもリーナももつ鍋食べたいけど、夏だったら違うかもって思った。冬だったらね、もつ鍋とか最高じゃんって思うけど。そういえばリーナ今日さ、こっちの方がいいか、お団子してるんだけどさ、めっちゃ褒められたママに。わかり、握手会の決済完了。おお、早い、素晴らしい。みんなも忘れずにサイン会、チェキ会、抽選会もね、16日までだから応募が、絶対にゲットしてくださいね。アーカイブあるので絶対にゲットしてください。でもトーク会も来てくださいよ、ぜひ。あさって福岡、そうだよ、頑張ります。サイリウムありがとう。誰喋りってたクロワッサン俺も買いたいね。なんかみんな、え、でもさ、みんながクロワッサン買ったらリーナが食べるクロワッサンなくなるから、ちょっと配慮してねみんなが買っちゃうとさ、リーナが買えなくなっちゃうから、みんなよろしくね。報告しますが、オンリーワン T シャツを X 枚購入注文。 X、 それは数学の問題ですかどこに住んでる関係、それはもうあれですね個人情報すぎる。美味しいものを食べれるのかしら。食べたい。マリンズ戦がペイペイドームでありゃ、行ってたら二度楽しめた。ってことは来ないってことですね。なんで来ないんですか。絶対あった、絶対さ、空いてるでしょ。行ってたらってことは空いてるでしょ。予定あるんですか。空いてたら当日券があるので、ぜひそのマリンズ戦と一緒に来てくださいよ。明日時間帯によって汗ひどい。え、ね、汗じゃないわ、雨。そう、雨なんか降るらしいね明日。もうすでに福岡から大分で遊んでる。いいな、めっちゃ最高じゃん。アンズ、去年ユネと行った福岡のお店、今年はリーナと3人で行きたいな。え、どこ行ったんだろう、何食べたんだろうね、知らない土日は基本仕事。頑張れリーナ、羽田昼入るからよろしくね。よろしくね、待ってます。福岡も待ってます。羽田の夜も待ってます。誰もありがとう。明日から3日間福岡行くけど雨予報で悲しい。そうなんですよ。いいな、3日も行くんですか。まあ実質リーナも3日いるかフ福岡の人は日本三大都市を東京、大阪、福岡だと思ってるらしいね。名古屋が省かれてるんですよでもさ、教科書で名古屋って書いてあるんだからさ、そこは認めてほしいですね。ほら、ありがとう。明日何もなければ前日に行きたいのだけれどね。あ、あるんですか。なんか明日から福岡入りする前乗り、夜ご飯とかみんなもなんか調べたんですか。あら、かわいい、ありがとう。豚骨ラーメン、豚骨ラーメン、せめて博多ラーメンじゃない博多であるんだったら。福岡ではダッシュで博多ラーメン食べるメンバーがいるのがデフォ。え、前回は何あったんだろう。ケータリング、明太子あるって聞いたけど。アイス、ありがとう。明太子は絶対あるよ、3年連続らしい、僕の記憶が正しければ。すごっ、そんなに連続で明太子なんだ。明太子フランスパンある。フランスパンなの、しかもめっちゃ特別じゃん。街中でショールーム見てる変なやつに会った。え？え？街中でショールーム見てる人に会うことあんの、すごっ、運命だねハートありがとう。博多もつ鍋ランチなら980ぐらい。え、そんな安いの、そんなことある。もつ鍋頼めば明太子食べ
何にでも明太子食べ放題がついてくるってこと。すごっ。明太子ってどんな味？リアン食べたことないんだよね実は。なんか明太子に似たやつ食べたことある。似たやつ、なんかめっちゃ似てるやつあるじゃん明太子に。あ、なんだか忘れたわ決済忘れてた。みんな決済忘れてる。忘れないで、あのリーナをちゃんとゲットしてくださいね。わかりメッセ行くね。ありがとう、待ってます。嬉しい、たくさんね話してください。私と9月の分かり前回の倍の枚数買った。えリーナやった、たくさん話せますね、ありがとう。さっきお昼ご飯に台湾混ぜそば食べた。え、めっちゃいいじゃん、美味しそう。リナはハンバーグ食べました。まあ、仮に行く理由イコールリナに会いに行く、だからイコールオンリーワンって言いたいんですか？違いますよ知ってるからね。ほらありがとう。生態ティーに署名欄はないのか、一生倒し。え、本当に倒しなの？なんかナスが3つついてるけどナスが3つついてるけど本当に？署名欄ないけど、みんな署名しないでしょ。明日は祭り、町の祭りの警備員。警備員に回されたの？あ、でもいいじゃん、なんかなんかもらえそう子供たちからなんかもらえそう。おじいちゃんこれこれあげるって言われそう。そんなことないか、アニメの世界。羽田はチャリで10分、すごっめっちゃ近いじゃん、昼夜行く。いいね、一回一回家帰れるじゃん手間かもしれんけどいいじゃないか。でもなんか特別感なくない？近すぎると。最近は神奈川に抜かれたよ名古屋。らしいね横浜の方が名古屋より栄えてるっしょ。まあでも教科書も認める事実なので、あのぜひ認めていただいてあれ人数なの？人数だけなの？あれ工業ん？なんかさ工業学生産ん？工業生産学とかなんかさ、そういうのも含まれてないの？人数だけなの？あれってリアライズに行きたいが羽田買ってしまったので行けない。買ってしまった？違うでしょ、羽田も楽しみでしょ。からどっちも行きたいけど、強いて言えばリーナの方が推しだったから羽田行くってことにしておいて。博多の豚骨ラーメンでは、え？博多ラーメンって博多の豚骨ラーメンなの？博多ラーメンっていうやつじゃなくて？え？そうなの？知らなかった。博多ラーメンっていう種類だと思ってた。15日は起きれれば夜明けから博多でお祭り見る予定。お祭りあんだ、すごい。絶対受けれるっしょナンバーレスとアリーナ組の人に会った。あさっきの人やんすごい、なんか会話してる、すごすぎ。リーナも家歩いてたから、家の中歩いてたらリーナ組と会うことあるかな怖すぎ。明太子食べすぎて痛風にならないように気をつけてね。きっと大丈夫ですよ。先週はゼップ名古屋に開園1時間前に着く予定が新幹線止まって、やばっ。どうしたんですか？てかなんでゼップ名古屋行ったんですか？私ゼップ名古屋出てませんけどえ、なんで、どうしたのそれ、やば。まあ、そういうことがあるからみんなもっと前に着くように行ったりした方がいいですね。明太子たらこの辛いやつ、たらこの辛いやつか、食べれるかな。リーナ辛いのは大丈夫。え、でもなんかたらこさ、たらこ、え、明太子なのかな。なんか一回さたらこらしきものを食べてみたことがあったんだけどさ、なんか苦かったんだよね。苦いもん？福岡でリーナと同じもの食べたい。多分きっとラーメンとか食べてます
アリさんありがとう。食べず嫌いとかではない。そう、食べず嫌いではない。食べず嫌いはね、したことあるわ。あります。まず食べず嫌いしたことあったわ、普通に。あの、虫です。虫食べず嫌いしてるリーナ。え、ちょっと待って、なんかさ、充電ができなくなっちゃったんだけど。え、壊れてる。待って、待ってよ。え、なんか充電できないんだけど。あと 10% っていう報告が今来たんだけどさ、勘弁してよ。え、なんで逆向きに刺した。え、ちょっと待って。え、ちょっと今変えたい。ここが、あれ、無理なんだけど。なんかついたり消えたりしちゃう。あ、ついた。あ、刺す向きが逆だった。はい。え、何の話してたっけ、リーナ。あ、そう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 、食べず嫌いね。そう、虫食べず嫌いしてるリーナ。本当に無理。ゴキブリ食べてとか言われたら無理だから食べず嫌いしてる。昆虫も無理。でもリーナ、コオロギ食べたことあるんだよね。決済忘れ阻止。え、そうだよ、みんな決済忘れしないでね、絶対に。それ意味ないから。ステーキとか煽っててハンバーグなのね。ステーキ食べたいって言っただけ。ただの願望だったからね、結局ハンバーグでした。ハンバーグもいいね。食べたいです。食べたいね。リナも食べたいです。アイスありがとう。街中でショールームよく見るが、スーパーで買い物中は恥ずかしいのですぐに消す。恥ずかしいんだ。あ、でもリナ電車の中で見たこととかある。アイスありがとう。お昼はステーキに見えるチャーハンと餃子を食べた。それは幻覚です。休んでくださいね。お祭りいいね。来たい、リナもお祭り。でもなんかお祭りは何が楽しいかは分かんないけど、なんて言うんだろう、なんかさ、多分友達と会えるのが楽しいだけじゃないかな、あれって。何が楽しいんだろうね、お祭りって。どこが楽しいんだろう。え、単なる疑問ね、これ。え、お祭り全然楽しくないやんとかじゃなくて、違う、リーナもお祭りを楽しいと思う人なのね。でもなんで楽しいんだろうって思う。ただ歩いてるだけでも楽しいじゃん、あれって。なんでだろうね。15日は名古屋港まつり。え、だよね、思った。めっちゃさ、行ったことあった。ナス 10% リーナ 90% の倒し。 10% があれば倒しじゃないですよ、それは。いつの間にか増えてるし。博多ラーメン、豚骨ラーメンね、らしいね。知らなかったんだけど、教えてよ。リーナこんにちは。明日の福岡行くよ。おお、嬉しい。リーナのサイリウム振ってくださいね。見つけまーす。目立ってね。8月こそはチームエース行きたい。ずっとタイミングがない。ずっと行ってるよね。来てよ。気合で。気合で来てください。リーナ先輩のインスタすごい。本当？本当ですか？なんだっけ。ストーリーあげました。見てね。だるまアイスありがとう。経済面だとどちらかというと大阪と名古屋の2位争い。そうなんだ。人口では横浜に負ける。え、なんか全部合わせたやつじゃないのかな、三大都市って。人口のほかに市内総
生産も参考にする。え、だよね多分ね。愛知はトヨタがあるから、トヨタ自動車があるから多分すごい生産額は多いと思う。めっちゃ偏ってるけど正直トヨタに。アイスありがとう。博多通りもんとか梅が枝餅とかの甘いものもある。え、そのさ梅なんとか餅のやつさ、何梅梅の餅でもなんか梅の入ったひじきは見たことあるお土産で。アイスありがとう。今日プリンテル？お団子です。見えないお団子。いやいや本格的に夏が始まる。夏を急げ。いやもう多分始まってるかも。もう急ぎすぎてたかも夏。家の瞳に感電中。君の瞳に。そろそろやりたいですね。また披露したい。サイリンもありがとう。スマホが熱いとかは？いやなんかただ単にやる向き間違えてました。豚骨ラーメンの代表が博多ラーメンって言われてる。なんか博多ラーメンだと思ってた。別物だと思ってた。そうなんだね。知らなかったです。たらこが苦いとか。でもちょっと聞いてほしいんだけどさ、たらこが苦かった理由として多分リーナが食べ過ぎてたから。なんかね、ご飯食べ過ぎるとさ、なんかの期間が悪くなってさ、ご飯めっちゃ苦く感じるのね。でそのお腹いっぱいな時に食べたから苦く感じたのかもしれないっていうのが正直ありますね。サリーもありがとう。私は食べなくていいです。まあ食べなくてはいいんだけどね。今日も天使、次の天使、 S の最年少杉本いいな。もう大絶賛。ありがとう。 G だけは食べたくない。いやもう G だけに限らずほぼ食べたくないですね。サーヤさん推しの飲み会では虫を食べる。今気合入ってんね。気合入りすぎじゃない？イナゴ食べれない。そうコオロギはね、なんかね食べさせられた。なんか普通に醤油せんべいだよって言われて、なんか醤油かなと思って食べたらコオロギだった。リーナ九州があさってのツアーの福岡が初めてですか？九州？九州は初めてじゃない。リーナ大分に住んでたからさ。徳島って九州？四国？徳島は違うか。そう大分に住んでたから2回行ったことあるのね。大分2回住んでた。だから九州は初めてじゃないけど福岡は行ったことなかったからね、初めてなんですよ。ドキドキですね。ショールーム見ながらセブンでコーヒー買った音出しのまま。それ先に言って。リーナが恥ずかしい。先に言ってよ。店員さんこの声誰だとか思ってるよ絶対。超しょうもない話してんなって思ってるよ。恥ずかしい。100円ラーメンすごサービスしすぎですよ福岡本当に。通勤電車でも普通にリーナの配信見てたまに降りるの忘れる。リーナのせいで降りるの忘れてんじゃん。リーナはね降りるの忘れる時はねいつも寝てます。なんかね寝ててその降りたい駅になった時に降りたい駅のとこでドアが開いた時に起きるんだけど、寝ぼけててちょっと気づけばドア閉まっちゃって次の駅行っちゃうんですよね。フォローありがとう。シャワ生ありがとう。男女で行くお祭りとか花火大会は最高。男女が最高なんだ。いや男女で行ったことない。てかリーナ家族としか行ったことないんだけど、花火大会とか行ったことないな正直。なんかあ違う、一回だけある。でも花火じゃない、お祭り。一回だけお祭り行ったことある友達と。花火はね誰とも行ったことないわ。そういえば今気づいてしまった、この新事実に。新事実？新発見に。新発見。
お祭りじゃないと食べれないものもあるし、確かに唐揚げとか、唐揚げもいつも食べれるけどさ、お祭りの屋台の唐揚げが美味しいよね。お祭りの雰囲気と出店の食べ物が楽しい。雰囲気なんであんな楽しいんだろうね。なんかあよいしょみたいなさあよいしょズンズンズズンみたいなさ音楽流れてない、太鼓でさあよいしょズンズンズズン、はいズンズンズズンみたいな流れてませんよく。お祭り日頃と違う雰囲気が味わう。でも なんかわかるわ。なんかさお祭り、例えば名古屋城とかお祭りあるじゃん。一回だけ行ったことあるんだけどさ、なんかいつもはただの、あ名古屋城じゃないわ、名古屋港の方ね、そういつもはただのさなんか水族館の隣みたいなイメージなんだけど、リナ水族館があるなみたいな感じだけど、なんかお祭りの時は一気にさ人がたくさん集まって屋台回ってさ賑やかしてて、なんかだからお祭り終わった後とかはめっちゃシーンってしてるからさ、なんか寂しくなる、めっちゃ、あ昨日まではここに屋台あったのになとか思う、めっちゃ月曜日の髪型決まって、えそれそうなのよ、それでそれめっちゃ迷ってんの今。まあみんなには言わないよ、ちょっとお楽しみにしたいから言わないけど、めっちゃ迷ってる。いや本当に難しいな。なんかさリーナとかまださ全部の髪型いろんなレパートリーあるけどさ、その中でもやっぱりさヘアレンジといえばみたいなやつがあるじゃん。例えばまだやってないので言うとハーフアップとかやったことなくて、あとクマ高いやつやったことなかったりとか、まだまだやったことないやつがあんのね、割とヘアレンジの代表のやつでも。だから初めてのやつやってみたい気持ちもあるし、でもやっぱりサマーツアーって特別じゃん、だからより特別じゃん公演とかと、全部特別だけどより特別だから、なんか気合入るじゃんめっちゃ、うわーみたいなだから本当に難しい髪型が、本当にそれで一生悩んでるリーナ、今日までずっと悩んで決めてないんだよね、本当に良くないよね。おにぎりみたいな車いた、そんなことある。アイスありがとう。梅ガエもちって言うんだ、ガエって読むのあれで、すごい。待って足痺れてる、うわな何回足しびれるんだろう、え水分不足これ、リーナよく足しびれるんだよ、なぜだと思う、本当にやめたい。しかもいつもしびれるのがふくらはぎ、ふくらはぎばっかしびれる、しかしびれない、あ他にもしびれたことあるなんか一回さリハ中に釣ったことある、座りすぎ、まあ確かに配信中はずっと座ってるけどさ、立って配信もきついじゃんね。なんでみんな梅ヶ谷餅ってさ分かるの、読み方すごい。梅ひじき、えそう梅ひじきってのがめっちゃ美味しそうだった。アイスありがとう。ゴーゴーカレーってなんだ、昨年の生誕 T シャツは通称なんだったっけ、えワンコロ T シャツえ通称ってのは特にないかも、杉本里奈の生誕 T です、ただのなんて純粋な里奈ちゃんなんだそうだよめっちゃ純粋に、もう確かに言われてみれば醤油みたいな色してんな、醤油せんべいかって思って食べたんですよ。
そう、徳島四国だった。徳島ラーメンが一番美味しかった。本当？徳島住んでたけどあんま記憶ないんだよね。ハロウィンパーティーした記憶しかない本当に。徳島なんてもうリーナ多分小学生でもないよ、もっとちっちゃかった。大分に住んどった。そうだよ、リーナ大分に住んでたよ、2年生の時と多分幼稚園の前かな。ほらありがとう、本当にちっちゃい時。別府いました、いました。んちょっとわかんない、日本語がおかしくなってる。これも大分出身。そうなんだ、いいよね。なんか久しぶりに地獄温泉とか行きたい。茨城に住んでたことある？ない、茨城はない。上らへんあんま住まないあんま住まないっていうか住んだことない。上らへんはいつも下。昔は大分といえばホーバークラフトだった。ホーバークラフトってさ、あれ神々の領域のやつ、なんかホーバークラフトみたいな、てて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 て、ホーバークラフトみたいな、あ、そんな感じだったっけ。なんか歌詞あったよね、懐かしい。いや、わかんない、ホーバークラフトってなんだったっけ。なんかね、そう調べたんよ一回、ホバークラフトってなんだろうって思って、その曲をやるときにね調べたんだけど忘れちゃった。なんだったっけ、なんか森のなんかだった気がする。そうやって降りるの間に合わない。そう、いつもね間に合わないですよね、寝ちゃったら。常習ではないよ、いつも。じゃあいつもって言い方が悪かったね。そう、常習犯じゃないですよいつもはちゃんと降りたいとこで降りてます。福岡でのリーナの髪型の、それ、そうだよね、リーナも楽しみどんな髪型を自分が選ぶのかリーナも楽しみです。寝負けて起きて降りるけど実は一歩手前の駅。そんなことあんの、それは寝ぼけすぎとりあえず降りるんだ、とりあえずは降りない。ほらありがとう、パパが大分トリニータの選手だったのかな。トリニータかな多分。今日伊勢で花火大会。そうなの、三重の三重だっけ伊勢って。そうなんだ、知らなかった。行きたかったけどちょっと練習しますちょっと緊張するんでね。屋外で食べるものは何でも美味しい説ある。確かに全部美味しいかも。ほらありがとう、お祭りは夜まで友達と遊んでられるから楽しいっていう。そうなんだ、友達とあんま行かないからさ分かんなかった。バラハートありがとう。雰囲気です。みんなそこ、それ厳しいんですよリーナそれ厳しいから、リーナは結構大げさめに雰囲気っていつも言ってます。でもさ、雰囲気をどうしたら雰囲気って言うんだろう。んといい結構違くない、雰囲気分かんない。めっちゃ早口で言ったら雰囲気ってなるかもね。じゃあ結構昔の人は早口だったのかもね。18日20日チームスコア当たった。どっちもすごい、強運の持ち主だ。ありがとう、振ってね、リーナのやつ待ってます。お囃子って言うんだ。ありがとう、もいい感じだよ、ありがとう。ほらありがとう、ツインテールでいいやん、ツインテール。いやー、でもこの前やったばっかだしなってお祭りは、お祭り終わった後の一斉に電車激込みまでセット、これがまた楽しみ。珍しい、お祭りの後の電車混むの楽しんでる人多分あんまいないと思うよ。珍しい、
珍しい。いつもさ、電車混むよね、やだなとか言ってるよいつも。それがいいんだ。珍しいの。アイスありがとう。リナの髪型にキュンキュンする準備できてる。あ、本当？じゃあキュンキュンさせとくように頑張ります。見つけやすい髪型。ああ、ちょんまげとか。え、見つけやすいかもめっちゃ。ちょんまげとか。ストレートとか。もう何もしない。めっちゃ見つけやすいかもね。髪が多いと。逆にあれかもね、こういうやつとかだったらめっちゃ見つけにくくない？髪が少ないから。え、どうなんだろう。でも結局どんな髪型しても見つけてよって感じですけど、普通に見つけやすいというか絶対に見つけてよ。アイスありがとう。でも人と被る髪にするとなんか分かんなくなっちゃいそう。ポニーテール、あれポニーテールが2人もいるってなりそう。アイスありがとう。ほらありがとう。ハーフアプリーナー悪くないね。悪くない。オーガさんみたいに高めのつい。そう、この前やっちゃったんよ。だからやりすぎかなと思って、悩んで悩んで悩み抜いた結果の髪型楽しみにしてるね。ちょっとそれで期待されて困るから全然悩んでないって言っとくね。あ、そういえば治った、しびれ。いつの間にか冷え性なのかな。え、冷え性なんだよリーナ。え、それ関係ある？足がしびれるのは痛風。え、じゃあみんなと一緒ってこと？嫌なんだけど。座り方が悪い。それはあるかも。そう、リングライトがあるからなんかさ、好きな座り方できないんよ。どんな髪型の似合う。ありがとう。ほらありがとう。アイスありがとう。明日太宰府天満宮に行ってリーナが頭良くなるよ祈願しておきます。いや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 、その祈願いらん。その祈願いらんって。頭は大丈夫ですよリーナ。リーナ頭正常なんで大丈夫です。あのリーナがもっと活躍できますようにって書いといてください。やだ、頭は大丈夫ですよ、心配されなくても。全然グッドです。私はその時、あー、もう読み方忘れた。梅なんとか食べると思う。いいな。アイスありがとう。ハートありがとう。去年はワンクローティーか。今年も普段使いできそう。できるかな。トートバッグは普段使いできるようにしたけど。ほらありがとう。4枚は買わない。え、そこに節約しててどうするんですか。オタクでしょ。 2.5 ハートありがとう。今大分にめっさ行きたい。そんな行きたくなっちゃった、ごめんね。かつての推しの生誕ティーは通称フミエティーと呼ばれてた。なんで？フミエってあれ？キリスト教のやつ？別府といえば温泉入りに行った。いいな、温泉いいな。だるまありがとう。鳥天って有名だった。あー、なんか鳥天有名らしいね、大分。ハートありがとう。リーナが徳島内に住んでたのは 3,4 歳の時じゃないかな。うん、多分それぐらいかな。もういろんなとこ行きすぎてどこにいるかわかんない。どこにいるかわかんない、それはおかしいな。どこ、何歳の時にどこにいたかがわかんない。どこにいるかわかんないはちょっとやばいね。タコありがとう。歌詞の意味を調べるってすごい。わかんないじゃん、どういう曲か。ほらありがとう。水の上を飛ぶ船、ホバークラフト。え？うん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 。え、違う、ここじゃないね。あー、忘れちゃったわ。どこに当てはめる歌詞なのか。記憶早、忘れんの。ホバークラフト、船の一種。え？そうだったっけ？めっちゃ忘れちゃったわ。
フォローありがとう。トリオニタ？なんだ？あ、そう、ベルスパ大分。それですよ。ちょっと待って。ねえ、待って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 。ミスった。やっちゃった。え、ちょっと待って、めっちゃショック、大ショックなんだけど。え、やっちゃった。待って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 、修復不可能なんだけど。え、やっちゃった。ここにさ、見て、一本になっちゃった。待って。うわあ、最悪。これ大失態だ、本当に。緊急で動画回してます今。今緊急で動画回してるんですけど、触覚が一本になりました。これさ、悲しい。ね、一本になっちゃった。ちょっと待って、ありえない。あの、この後ボンドでくっつけますこれ。待って、これはないわ。これはさすがにないです。今遊んでたんですよ。こうやってさ、ここに触覚あるよ。なんかもうこの触覚を信用しすぎてたからさ、絶対取れないもんだと思ってたんだよ。よいしょ、持っててさ、ちょっとこうクロスにしてさ、あー、もうできないじゃん、クロスにもできない、壊れてて。え、そんなことある？もうそう、こうやってさ、クロスにして遊んでたんだよ今下で。大信頼してました。だから大ショックです今。ただただボンドで修復できる可能性があるじゃありませんか。一旦頑張らせていただきます。うわ、最悪だ本当に。もう誰だよやったの。まあ使えるから、使えるから、まあ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 、一旦気を取り直して。はい、今友達たくさん、そうたくさんいるんですよ私。あの、世界中にいます友達が。なんか各地域にいます。タイにもいるし、大分にもいるし、徳島はねあんまいない。物心多分ついてなかったからいないですね。大地の中にもね、まあ、いろんなとこを探検してるんでいっぱいいます。ほら、ありがとう。最終おいでん祭り、おー、再来週なんだ。結構近いね。アイスありがとう。リナに会いたいけど会えない。なんで？明日会えますよ。明日です、明後日です。ほら、ありがとう、アイスありがとう。雰囲気って、ん、雰囲気って流行ったのはネット社会になってからのイメージ。ネット社会なんて余計さ、余計字で打つからさ、雰囲気ってわかるくない？
ほら、ありがとう。ストレート熱いかも。あ、やんないよストレートそれはちょっと研究生の時やったから、まだお祭り射的で景品取りすぎて怒られた客やばでもリナも結構射的得意だよ。狙ったやつは逃がしません。まあ、帰り行くとディズニー帰りの人がやはり舞浜でのできてめっちゃ混む。確かに、なんか東京とかさ行くときにさ、まあ、帰りとかでね、なんかカチューシャつけてる人いんのでいいなって思う。めっちゃお団子を見つけやすい、個人的な。そうなんだ、逆に寝癖ついたままでステージに最悪、そんなアイドルは嫌だ。ほら、ありがとう。リーナセンサー鍛えておきます。そうだよ、みんな今のうちにリーナセンサー鍛えておいてね。リーナからしか見てないから見つけても何も。そうだよね、うわかっこいいで、いいですね。三つ編み見つけやすい、本当。立ち位置も読めないから最初リーナどこって探して自分がいると思う。まあ確かにそれはね。正座したらしびる。正座はしてない。しびれの原因、水分不足、冷え、熱中症、過激な金沢。アリーナほぼ熱中症だったんです。熱中症かもしれません。そう、あの日ね、その配信でさ、これ熱中症の一歩前なのみたいな言ってた日、あの日熱出たんですよ、リーナ。なんか熱が多分あって出たというかあったんですよ実はなんか気づかなすぎてびっくりしちゃった。もう超元気でリーナ、超元気で、なんか代謝いいって悪くないなって思いました。代謝いいんですよリーナ、代謝いいからさ、なんかめっちゃ汗かくからすごい嫌なんだけど、でもなんか そういう時に結構軽症になるらしいSK で賢い方である。やっぱ賢いんですよ、頭はいいけど誰でも知ってそうなことを知らんだけ。まあそれやっぱりさ、年齢という経験値があるからね、みんなよりはそりゃ経験値は劣ってますよ。足がしびれない気が、あ、それは結構いいかも。シャボン玉ハートありがとう、フォローありがとう、アイスありがとう。今年のセーターティーは面白い、一途ちゃんとかオンリーワンとか来たくんでね、なんかいっぱいあったね。セーター T シャツ1枚予約、嬉しい、ありがとうね。あれも待ってるよ、あの予備とかも待ってるよ。まかりとかでさ2日間会うんだったら絶対1枚じゃ足りないよ、汚いですよ1枚は。ぜひ、まあ洗えるならいいけどね、多分乾かなかったら困っちゃうので、ぜひね4枚おすすめします。私はアイスありがとう。小室追い祭り、わかんない、なんか祭りなん何の祭り行ってたのか分かんない、覚えてない。アイスありがとう。 T シャツのデザインがすごすぎて普段着れないのが昔のせいなんて、まあ、それもいいよねって思うけどね。そろそろ終わりますね、読んだらスクショタイム取るのでリクエストください。結婚式日、逮捕です。生誕 T シャツは1枚以上買ったことない、ちなみに保存用ね。1枚以上ってことは1枚も買ったことないじゃん1枚も買ったことないじゃないですか。いや、ぜひあの4枚ですよ、4枚必要ですよ。推し活で節約はしちゃダメですよ。みんなどうかしたって言ってアイスありがとう。そう、触覚折れちゃったで、そう長持ちしてるねって言われてたらさ、触覚説教リーナのせいなのにかわいそう。まだ1本残ってると、そうだよね、2本同時になくならなかっただけまだね。あ、ちょんまげ、ちょんまげじゃんってことは1本だから、あ、リーナがさっき言ってたからちょんまげになったのか。流れ星ありがとう。
結婚式で10、そしです。8、カリかドリルで穴開けて刺す。あれどこ置いた、あれあれ、まあ後で探します。あれどっか行っちゃった。あった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 、よかった。これなくなったらもう鳥肌もんですよ。触覚振り回してたから予想はしてた。もうでもくっつくから大丈夫ですよ。今年残った触覚もなくなるに1ペリカ。いやだってもうクロスできないから、遊べないからさ、絶対なくならないよ。大丈夫。アイスありがとう。ボンドでつけてもすぐ取れる。いやボンドでつけたらもうクロスはしないから大丈夫ですよ。じゃあ乱暴じゃない、手が暇だったから遊んでただけです。もう片方戻っちゃって、初めからなかったことに罪を。でもなんかさ、もう完全になかったらもう8じゃないじゃん。もう8かも、何かも分かんないよ。アイスありがとう。あとで生誕グッズ予約、おーありがとう、忘れないでね。ボンドで修復できる可能性はかなり低い。いや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 、いきますよ、私美術5なんで。教えんとどっちがショック、教えんのがショックですね、申し訳ないけど。いいじゃないよね、イヤホンもいじくるタイプ。あー、たまになんかクルクルしちゃう。でもなんか撮ってる時、収録中は大丈夫、もう読むことに超必死だから。その素材ボンドの種類選ばないとくっつかない。この素材そうなの。でめっちゃくっつくやつある。音符ありがとう。そうスクショタイムです。世界に友達いるよ。お祭りには一緒に行かない。うん、お祭りには行かないよね、わざわざ呼べないよ。アイスボックスありがとう。京葉線、京葉線は、まあ、いかにもディズニー帰りと分かる曲が多い。そう、本当にいいなって思っちゃう、本当に。ハートアイスありがとう。雰囲気と打っても雰囲気に変換できないと書いてあったような。なんか最近できるくない、なんか雰囲気って書いたらもしかして雰囲気ですかみたいな、出てこないかな。なんかさ似たようなのであったんだよね、もしかしてこうですかみたいな、全員みたいな、全員か全員みたいなので、もしかして全員ですかみたいな、なんか出てきたことあった気がする。アイスありがとう。シャボダマありがとう。去年のマンコラ普段使いにしましょうかしら。そんな使いそうだった。いや今年も使いますよ、トートバッグとか特にね。確かに2日トーク会に行くなら生誕でも着替えが、そうだよ、いりますよ。わざわざホテルでさコインランドリー出した方が高くない、ずっと着るって考えると。アイスありがとう。ワンコブシと怒りな、ガチ怒です、角がなくなったから。以上はその数字が含まれるので1枚は買っているのかなと。1枚以上買ったことがないって書いてあったよ。だから1枚2枚3枚4枚5枚6枚は買ったことないってことでしょ、だから買ったことないってことじゃない。2日目アミさんの生誕できるから。ちょっとでもやっぱり必要ですよ、飾り用が。アイスありがとう。福岡楽しむぞポーズ
うん、楽しみます、楽しみます。ツアーアイスありがとう。ステージから浮気監視してるぞポーズ。ちゃんと見てますよ。今年2日連続行くメンバーいて、生誕ティー乾かす前の来た。え、乾かす前の来た。どういうこと。うどんは使っていた。え、ニナうどんの食べたことある。美味しいよね、もちもちしてる。福岡ポーズ。水筒よ。新札、え、いや新札まだ手に入れてないよ、早く手に入れたい。四角行方不明になる説に一票。いや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 大丈夫ですよ、取れた触覚と一緒に需要あります。マイクで。え、こことかどう。え、あのフライミーのこういうマイクあるじゃん、それです。え、めっちゃいいやん。モノボケ。代わりにえのきかしめじでも刺しておく。え、それでも対応できそう。別に虫がやってくるけど。ゲットしてねポーズ。ゲットしてね。弟よりモノ壊す説。え、それは絶対にない。壊したわけじゃないから、ちぎれただけですから、まだ修復可能です。そう、蜂なんですよ。蜂だったことさえ忘れたら問題ない。忘れられないよ。美術と技術は違う。まあそれは当たり前ですよ。生誕グッズちゃんと決算も完了。おお、みんな決済もちゃんとやってね。でもあれもだよ、トーク会握手会の決済もですよ。触覚取れちゃったポーズ。悲しみです本当に。誰もありがとう。テストでペン回ししすぎてペン落とすタイプ。なんかそれはないけど、あー似たようなことあった。なんかペン回しの練習してたらできないのに、リーナペン回しだから やってみたくて練習してたら落としちゃったこととか、あとあのなんかたまにボールペンとかでさ、紙に刺す用のさ、こうやってちょんってついてるさボールペンあるじゃん、ここに指をはめてなんかうわーカチカチってなんか遊んでたら下に落としちゃうことよくある。触覚と一緒に、さっきやったね。最近プラモのモデルもボンドも種類たくさん。え、ボンドもあるんだね、種類たくさん。シャボン玉ありがとう。コナンと函館調べたら久しぶりに函館行きたくなった。近いでしょ、写真より可愛いですね。ありがとう。でも実物はもっと可愛いと思うよ。変換できる。え、でしょでしょ。アイスありがとう。そう、飾りを必要ですよ。もしさ、ご飯食べに行った時とかにさ、汁がさ服に飛んじゃってさ汚れたらさ、飾り用のやつを取って切るんですよ。アイコニックの放送楽しみなポーズ。これ音符です、楽しみって。湿った、来た、そういうこと。だから2枚は必要ですね。一番奥なのは蜂じゃなくなった扇風機。いや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 、一応蜂。梅ヶ枝餅の読み方忘れないぞポーズ。速攻忘れたけどね。ビッグハート。マイクに見えなくない。え、でしょ、見えたっしょ。お団子。見えた。セブンネットだからお店でお金払う。ぜひ忘れないでください。
アイスボックスありがとう。財布から札がない。新札どころか。それはやばいよ。ハート、アイスありがとう。生誕 T シャツ初めて注文しましたがシンプルですね。1だけじゃないよ。1にリボンか王冠ついてるからシンプルじゃないよ。去年のがシンプルだったよね。ペンの紙を挟むとこを触っててよく折ってしまう。そう、それそうなんですよ。それリーナなんですよ。実物のリーナちゃん顔は天使。顔はありがとう、嬉しい。今日バイトでレジしてましたが新札1枚も見なかったね。なんか多分まだね、名古屋ん東京とかしかまだ出回ってないんじゃない、わかんないけど。実際に会うと美少女オーラがものすごいです。本当嬉しい、そんな風に思ってくれてたんだ。アイスありがとう。なんかみんなあんま緊張してるように見えないからさ、なんかみんな大丈夫かなっていつも思ってる。髪型かわいい、ありがとう。お団子です。今日うまいって言われたママに。とりあえず、まあ、仮の決済は今日中にする。ぜひ今してください。絶対忘れると思うのでね。ショールームはさ、違うホームに何飛んでもさ声聞こえたままだから、ぜひラジオにしてね。1日目去年の2日目今年の来たら解決。どういうこと。1日目去年ので2日目今年の、あ、そういうこと。いやいやいや、どっちも今年の来てよ。もうそれは過去ですよ。新設はまだ非対応のお店多いから ATM で出てきた時嬉しくなかった。そうなんだ、非対応なんだまだ。実際に会うと東海で考えてた話題が一瞬で吹き飛ぶくらいかわちい。ありがとう。私が一瞬で考えますよ話題を。リナ3連休の初日もかわいい。確かに初日行こう今日。そっか、ありがとう。みんなお団子好きなんですね。顔は天使でも心は自主規制、心は大天使ってことですね。ありがとうございます。脳内変換です。めっちゃ可愛い、ありがとう。アンズタオンシーシンドラマーズすごい、もう岡さんに似てますねきっと。タオンシー幕張の決済17日まで OK です。でもやっぱり早めが大事ですから、18日って言ってもあと4日ぐらいしかないからね。岐阜県民だけど新卒、どういう基準で新卒を渡してんだろう。顔は可愛い、教えに厳しい。まあでも受け入れてますから。つまり天使なのです。ありがとう、ハートありがとう。姉ちゃんわらび餅なら食べてる。リナがどういうこと。顔がピンポン玉ぐらいの大きさで見る。めっちゃフィルターかかってるじゃないですか。推しフィルター、ありがとうございます。生誕で昼をリーナにして夜をみおまるさんにしたらいいのか。いや、昼をリーナにして夜をリーナにすればいいじゃないですか。18日は S 公演、そうだよ。20も S 公演で23が鉄菜です。なんと幕張の決済忘れずにね皆さん、お願いします。 SK メンバーゆうかさん以外みんな緊張する。そうなんだ。なんでかわかんないけど。ということで、あ、今日書いてないわ。ちょっとだけ書きます。じゃあこれ一応ね光るんですよ。いらない機能だ。はい、いりますねこの機能。いりますね。僕は誰推しなんだろう。リーナしか見えないもん。それはもう絶対に杉本リーナ推しですよ。杉本リーナ推しって書いておいてくださいねプロフィールに。8月4、サインはピーチュ知ってますか。最近推しの子2期が始まったんですよ。面白い、おい笑える。サインチェキ抽選会、リ
リナって最近どうやって生きてるんだろう。ちょっと急に気になってしまった。なんか最近リナ何してんだろうって考えた時にどうやって生きてんだろうな。あ、違う、生誕 T だ。え、初めてさ字で生誕 T って書くよ。いつまで生誕 T っていつまで。タンって字書けるかな。きっと書ける。いいこと思いついた。うん、いつまで？21まで。ありがとう。今人生で初めて是非の是って書いてみた。まだ習ってないんだよね。おお、めっちゃいい。8月4日サイン&チェキ抽選会。そして7月21日までの生誕 T シャツ。そして、そう、これがリーナね、いいこと思いついたの。最初生誕 T って書いたのよ。生誕 T シャツってことでね。でもさ、トートバッグじゃん。だからどっちも T じゃんって思ったから T シャツ&バッグにしました。天才ですね。はい、そして、あ、そしてじゃないですね、それだけです、とりあえず。はい、ぜひゲットしてくださいということで。8月4日はあの SK の公式 YouTube からなので、あのその日予定入っちゃってるよって方でもアーカイブが残ってるのでね、まあ、そういう言い訳は通じませんので、あのぜひゲットしていただいて、サインは裏まで愛を込めて書きます。チェキは今回初めてのチェキ会です。ちょっとだけ緊張するんですけど、まあ、レアになっておりますので、初めてなのでね、ぜひゲットしてください。次にもチェキ会か分かんないからね。そして抽選会、景品が増えました。すごいおすすめの商品ばかりなので、ぜひゲットして、まあ、カブリも多分少なくなると思うのでね、そこは期待してゲットしてください。そして7月21日までの生誕 T シャツ、そして生誕トートバッグゲットしてください。これは完全杉本リーナ作となっております。杉本リーナだけで作りました。リーナのやっぱり、私はあのキャッチフレーズにもありますが、オンリーワンと長年言い続けているので、オンリーワンの1とリナの好きな、リボン、やっぱり推しの好きなものはファンの人も好きであろうということでね、リボンとあの私の美術5のセンスで王冠をつけました。トートバッグはすごいね、日常使いしやすいので日常にも使ってほしいし、 T シャツの方はね、着る、予備、飾る用、そして布教用ということで4枚を推奨しております。ぜひゲットしてください、お願いします。あ、これもスクショ撮っちゃうか。うん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 、オッケー。はい、そしてあのですね、あのトーク会とかの決済が始まっていまして、やっぱり決済忘れがねすごく多いので、ぜひ決済忘れないでください。はい、あ、
そしてあさってのゼップ福岡でのねサマーツアーなんですけど、当日券が出ておりますので、2階席と立ち見と女性だっけまあ当日券がありますので、ぜひねお時間空いたよって方は絶対に楽しいので会いに来てください。まあ、萌えポイントもねあるので、しっかりなので、やっぱりその日はその日の杉本里奈はその日しか見れないので、絶対見れなかったら後悔しちゃうと思うので、後悔する前に行動しましょう。ぜひ会いに来てください、よろしくお願いしますじゃ読んだら終わりますね。そう光るんだよこれ、すごいっしょ観覧車みたい、そう赤黄色緑、えフルーツジッパー青、えフルーツジッパーじゃん、紫、えピンクは、ピンクないの、あじゃあこれカレンタン専用なのかな、ピンク色がなかった、あとオレンジもなかった、ほぼフルーツジッパーじゃん気づいてしまった、オタク心ですね見ると笑えるとか言わないで。決算いつするの、今でしょ、そうだよ、みんな決算いつするんですか、うんうん違う違う今でしょですよ、やれやれ若ままお嬢さんみんなこれ知ってる、なんか最近流行ってんだよ、え分かんない最近か分かんない、リーナがこれ最近流行ってるってみんなに聞いたらさ、それ結構前のやつじゃないって言われたんだけど、リーナの中では最近流行ってるんですよ、なんだっけ、なんかお嬢様まだ起きてるんですか、早く寝ないとお仕置きですよみたいなやれやれ若ままお嬢さんめっちゃおもろい、なんか芸人さんらしい、なんか韓国のめっちゃおもろいんだよね、アイスありがとう、サインは V っていう昭和のバレーボールとかめっちゃ似てるそうなんだ、あるんだね、光って回るなんて変身ベルトみたいじゃん、夢がありますね唐揚げを食べて生きてる、本当にそうだよ、そっか確かに唐揚げ食べて生きてるかも、推しの子シーズン1の途中まで面白かった、今も面白いよ、え特にシーズン1の一番最後の輪がめっちゃ大好き、リーナ一番最後だっけ、なんかさ愛に なろうとするやつ、演技派であれすごいしびれたね、教えはしたことない、教えは増えるもの、よくないですねよくないですね、生誕 T シャツ着て生誕 T 入り、生誕祭入りたい、そうだよみんな生誕祭、リーナの生誕祭があるときにさ生誕 T シャツないってなったら困るでしょ、だからぜひゲットしてくださいね、かけたよ生誕のターン、アイスブックスありがとう、生誕グッズ買う場所によって19日と21日、え？そうなの？変わるんだってみんな、だって19日かもしれないって、じゃあみんなもう今日済ましちゃいましょう一番安全、23で綱当たった、おお待ってますね、今日買っておきます、ありがとう、そうなんだ、 SK のオフィシャルオンラインだと19日までだって、みんなお間違えないように、 G 上手嬉しい、そうなんかみんな G 上手って言ってくれんの、リーナ生まれてからさ SK 入るまで言われたことなかったからさめっちゃ嬉しいんだよね生誕を漢字で書けるなんて偉いね、偉いでしょう、だから皆さんぜひゲットしてくださいそうバッグ、えバッグバッグじゃない、え T シャツとバッグです、バッグバッグなんだこれ、バッグかさバッグかさわかんないんだよね、なんかたまにこういうのある、バッグなの、なんかさドッグなのかドッグなのかもわかんない、ドッグラン、ドッグラン、ドッグわかんないんだよね、バッグらしいです、バッグだってみんな圧がすごい、圧です、アクリルキーホルダーもある、あ
待って、それはミスりました。あ、もう一回もう一回もう一回スクショし直しじゃあリナの天才的な発想はさ無理だったわ。テス、あの生誕グッズって書きます。ちょっと天才だと思ったんだけど間違えたわ、天才じゃなかったです。当たり前のように天才じゃなかったわ、ミスったもう一回、なんか近いな、あ、リーナが近くしたんだっけ。うん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 、 OK 完璧ですね生誕グッズです。アクリルキーホルダーを忘れてしまいました絶対みんなゲットしてくださいね。まあ一回忘れたらさ脳に焼き付くからみんな焼き付けてください。生誕グッズもオンラインも幕張もリーナ尽くし、そうだよ、みんないいじゃないですか、推し活たくさんできるよ。愛の数だけ申し込む、おお、じゃあ楽しみにしてますね。あー、これが愛かって思っときます。幕張も来てよ、バッグだからグなんだ、わかんないよ、トートバッグかな、何色、トートバッグはね黒だよね。え、あれ黒じゃないっけ、あれあれ黒だよね、ピンク、あれちょっと待って、あれあれ黒だよね確か、あれリーナの記憶だと黒だった気がする、え、忘れちゃった、あれ違かったっけあれ T シャツは白、え、トートバッグは白、あれ黒、あれちょっとバグってます今、うん、布教しようとしたらオンリーワンじゃなくても着ていいのって言われた、 X に書いたじゃないか、いいって、技術が半端ない、半端ないでしょ普段使いできそうなトート、そうできるようにした、オンラインイベントは逃さない、なんかの取り立てみたい逃しません、絶対に来てくださいね、激アツです激アツ、バッグじゃなくてバッグらしい、うん、なんか結構バッグって返したわリーナシャボン玉ありがとう、王冠ってリーナが女王様、まあそういう意味ではないんだけどね、あのただのセンスです私の、握手会に決済してない、やばいじゃん、みんな忘れないでね、当日券あるの決済しないで、当日券、え、当日券あるよ、福岡は無理や、いつでも待ってますよ、可愛い髪型しますよ、アイスありがとう、赤は暑そう、確かにね、やばい鼻むずしてる今、視聴者プレゼントとは優しいね、言ってないけどねそんなことピクミンみたい、あ、逆に可愛い、触覚一つでもそういろんな色に光る、9月7日のトーク会で初めましてしに行く、えー、嬉しい、ぜひ8も待ってますよ、あの大好評なのであのリピートしたくなると思うので、ぜひ8も先に取っておくといいと思います、待ってますね、17日という余裕が人をダメに、そうだよみんな、まだ期限大丈夫とか言ってたらダメですよ、仕事でもさみんなミスしたことないですか、あのまだ大丈夫だから停止しなくていいか、えーやばいもう今日じゃんってなったことないですか、そういうのはやっぱり焦りはね心臓悪くして寿命早まっちゃうので、あの今のうちに余裕を持って行動しましょう、5日前行動、
アイスありがとう。ニアちゃんって可愛いよね。ありがとう。アリーナ終わるって言って何分経った？ハートありがとう。ほらありがとう。先払いシステムね、先払いいいよね。アイスありがとう。セブンネットは一番遅かったはず。え、そうなんだ。でも早めにしましょう。何これ、クマとアイスありがとう。初めて見たクマ。推ししか勝たん帯ありがとう。セブンネットなら T シャツ届いてからお金払えばいい。そうなんだ。めっちゃあれだね、寛容だね。かわいいスタンプありがとう。チェキがチュキに見えなくて、あー確かに今日はちゃんと、てかいつもちゃんと書いてるけど。ドッグは犬、ドッグは修理だからドクターか。生誕 T シャツしか買えないから大丈夫だよ。あー、それはおこですよ。全部買って、それは許しません。アイスありがとう。オンラインイベントは2時で申し込みでいい？ダメですよ、今ですよ、今でしょ。そう、自分で考え、自分で考えたよ。そう、黒色、黒色です。違う、第二希望まで出すんだって。だからさ、結局何色になったのかっていう確認を。土曜はいけないのよ。でも日曜も行こうとしてないでしょ。日曜はいけますよね、来てくださいね。黒の、そう、黒のあれです、トートバッグです。自分でプロデュース、そうだよ、違う、本当に自分で考えた。本当に自分で考えたって。色までちゃんと自分で考えました。アイスありがとう。今生誕グッズ3点決済終わった。おー、4枚。ありがとう。今回のライブは2時間、2時間かな、多分リピーター多数。そうだよ。大好評と言いながら笑ってる。違う、笑顔だって、笑顔大事だから。ブラボー、ありがとう。はじめました、次回検討。遅すぎ、今回、今検討してください。今でしょ、検討するなら今でしょ。花束ありがとう。オンラインイベント決済忘れないように心がける。今してください、絶対忘れるので今してください。リナの握手会は恋人つなげ、そうだよ、おすすめです。カード払いだけは決済ミスらん、確かにミスんないね、それは後から苦しいけど。アイスありがとう。35分ぐらいね、立ちすぎ本当に。8ゲットした、おお、ありがとう。7もぜひね、ラッキーセブンなのでぜひゲットしてくださいね。何言ってんの、いつものことじゃん。いや、違いますよ。アイスボックス、シャボ玉ありがとう。T シャツシンプルなデザインでいいですね。謎の生物いなくてよかった。違う、謎じゃないって、あれサインにもいるさ、すごく大物キャラだから。サインオンライン1時と2時で分けると順番が 1,2 回回ってくるからね、そういうことも考えて。ん？ 2 回回ってくる、あ、でも順番1回でやっちゃった方がいいよね、絶対。そんなことないか。大阪2時間超えた、そうなんだ。じゃあワンチャンあるかもね、3時間ぐらい。え、あ、そうか、オンライン、もう頭が困惑して、そう、オンラインはまだできないね。そう、まだオンラインはさ、募集してるから。もうリナの頭が狂いそう。これは暑さのせいだ、暑さが悪い。行く気持ちはあるじゃダメですよ。結婚しないよりな。勘違いしてる人がいる。アイスありがとう。暑さのせいにしてるけど実は違いますよ、これは全て暑さのせいです。チンアナゴじゃないって、あれ1ですよ、オンリーワンの1です。ということで今日は配信終わりたいと思います。
はい、最後まで見ていただきありがとうございました。サインチェキ抽選とかね、生誕グッズもよろしくお願いします。そしてもうすぐ福岡、ゼップ福岡あるので、ぜひお時間空いた方は福岡までね、ぜひ会いに来ていただいて、髪型もねすごく頑張るので、可愛いのにするので、今までの私の中で一番可愛いリナで挑もうと思っているのでね、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。あ、来る方は目立ってください。以上ありがとうございました。一本になりましたはい、制服の目ですね、これ制服の目。はい、ありがとうございました。アイスありがとう。はい、博多で会いましょう。まあ明日するかもしれないけど、配信、まあ、いや、一旦バイ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 。